ホルモンさん来させてもらいました。ここなんで来てんのかと言ったら、明日の企画のために自分じゃなくてワル先輩これ行きますか。こっかけ髪の毛伸びてるじゃないですか。これはもう本当に大変革をする時がやってきました。でワル先輩としてはもうこれを2年ぐらい伸ばしてるっていう。だからこんだけやるのは2年かから2年かかってるから、ぶっちゃけ切るのはまあちょっと惜しみない、惜しみないですよね。なんか今マダラメさんと喋ってたんですけど、そこの迷いというか葛藤があったというか、またそうあるよでもそれも視聴者さんのため、視聴者さんのため、それからシュータのため、ありがとうございます。そしてトレボンさんのためみんな損はしないからな。そうですね、絶対丸先輩が踏み切ってくれたらもう皆さんの得になるって思ってて、でも丸先輩は育て上げた髪の毛がある、決めてくれましたよこうなるかどうか分かんない、こうなるのかどうかは分かんないですけど、あ、そうですね、こっからが楽しみということで、じゃあまあダルメさんに今撮ってもらっちゃってるんですけど、マダルメさん、マル先輩のこうぜひよろしくお願いします。はい、頑張ります。よろしくお願いします。始まります。看板のようにしますんで。これしますか。マル先輩とマダラメさんは今日初対面ということですよね、はいはい、でもなんか電話で喋ったことはある、マジブラ行く前にリーゼントにしてもらおうと思って電話した感じですか。ですよね。ていうか今の心境どうですかマル先輩。ドキドキすごい葛藤してましたもんね。さっきのところ撮りたかったけどあれは撮れなかった。すごい、めちゃロン毛、はい、いやキモくないです全然。申し訳ないって言ったらちょっとおかしいですかね。大丈夫、自分が断髪式ということで、マルセンさんこの2年伸ばした髪の毛切らせたことがありましたやばいっすこれ。ここだけノーパンでないなんかちょっと声震えて怒ったことないですけど、なんか怒りなんか怖いっすじゃあこうやって持ってください。はい、ここに入れてください。じゃあ薬ですね。はい、はい、おお、はい、初めて持ちました。それで、髪の毛残しておきます。それで残しておきます。はい、じゃあ、おお、やっぱそうですよね。やっぱそこにも愛着が感じられますね、今の発言から。こんだけ伸ばしたことないからな、これ。いきますね。いいですか、持っておく。いきます。マジでいきます。バツはいかないと思うので、何回かこうやってやってください。いったね、思いっきり。結構いったね、力入ってね。なんか見てください、マジで。なんかあれ。あれみたいな。なんかすごいですね。伸び率早い人は2センチ半、だいたい1ヶ月1センチって言われてるじゃないですか。そうですよね。で、丸先輩も伸び率は早いんですよね、丸先輩ですよね。えで言うとでも 1.5 倍ぐらいですか普通の。だから必ず電話来てたのでね、はい、もしくは3ヶ月に1回、ええ、電話来て、ええ、もう伸びてますよね、あ、伸びてますあ、だいたい伸び率が分かってるから。パーマかけるのって何年ぶりぐらいですか。もう中学以来だよね中3以来です。あー、そうですね。あれ、その時の中学生の時の髪型っていうのは何かけたんですか。バラバラだよね。自分でなんか iPad かけてみたりとか、まあ、iPad かけて、アセットしてみたり、リーパーもかけてました。リーパーは17です。やっぱ青春に戻ってる感じですね、40歳になって。20歳か。20歳超えてたもんな、やったから。あ、本当ですか。ジェームス・リーって何ですか。あ、うん、え、ジェームス・リーっていうのはパーマがかかってるんですか。その人の影響もあって、今回のマル先輩がやるやつも自分一回もやったことないんで超楽しみっすね。あの、この襟足は残ってるんですもんね。おお、ここのちょこっとだけ残ってるってことですね。上のやつはバッサリいってる、うん、じゃあこれも、それまずいやつです。その軽さとかって分かる感じですか。いや、そうなんですね。そんなに重いかったんですね。ずっと胸上頭みたいになった。ええ。まあまあ、それそうですよね。自分めちゃ楽っすよ、これ今。本当に多分15秒で乾きますね、全部。いや、確かに。見せてください。
力士みたいな。今これで切り終わった感じですね。はい、巻く前の。本当に頭軽くなった感じですか。すごいなんかすっきりしてますよ、本当に。めっちゃいい感じです。丸先輩がいる、ここに。丸先輩。待ってます、丸先輩。今何やってるんですか、これは。あー、巻く準備。これを使う感じですね。すげえ。パワーかけます。ね、パワーかけます。これも本当に久しぶりですよね。ロットって言うんでしたっけ？うん。何個ぐらい作るんですか？どうなんだろう。数えてない。そうか。数えてないからね。これ前の今真ん中一列じゃないですか。うん。横もって感じですよね。横も。横やんな方がいいの。どこで振られてるか。確かに今マルセパ言った通りいましたよね、昔。昔いたというか、なんかテレビの中にいた感じですよね。玄関から出てくるでしょ。おばちゃんとかってイメージですよね。おばちゃんから名前出てくる。そう。びっしりっすよ、びっしり。ね、もう隙間もないよ。なんかマルセパが自分のことなんかパンチパーマ後ろでずっと撮ったじゃないですか。うん、それを取りたくなる、なんか意味が分かってきました、ね。なんでしょう、話してみたいな。めっちゃおばさんになりました。めっちゃおばさんになりました。すか、その気持ちいいですか。変な気持ち。利益がすごい染み渡ってる感じですよね。はい、寝てました今。え、鳥肌立ってる。すごい気持ちいい。すごい気持ちですか。すごい、結構びっちゃびちゃに加減ですね、これ。後ろだけちょっと外して置いてあるんですか。こっちは弱くかけたいんで、ええ、あ、早く外してみたいな。早く外して5分ぐらいで外した感じ。10分ぐらい、5分、10分。適当。ああ、大体その目線でって感じですかね。感じで適当です。ちょっと細くして。あ、細く。あ、本当だ。なんか刺さってる。太さが違うじゃない。え、あ、本当ですね。太さが違う。でもかかり具合が全然違いますけど、あと黄色と黒のコントラストがすごいっすね。メッシュって言っても、メッシュなんか面白い。すごい面白いっす。なんか芸術的な確かに。すげえ、これ何柄、これ蛇柄ってこれ何柄って言うんですかね。すげえ、うわ、まだセットしてないですけど、これこの時点でもうなんか分かりますね。確かに、すごっ。めっちゃかっこいいっすよ。完全に紙に入ってます。今ふらついてましたよ。いやね、ちょろんがかっこいいですね、やっぱ。こう見るとまだ博士みたいになっちゃってる。博士ってなんですか。え、横浜。あ、横、あ、確かにちょっとそれは変ですけど。冷たい方で。いや、それはもうあったかいの。これはなんで丸先輩が自分でやってんのかと言ったら、自分でこれ毎回やらなきゃいけないから、一回一回マダラメさんにやってもらってたら言ってるわけにはいかないから、教えてもらっております。ほら、で、話してみな。ほら、もう形的には分かる。丸先輩手際いいんですね。丸先輩、いや、上手だと思いますよ。あ、本当ですか。こっちはあまり触らないようにして、ここからこの辺からもう一回溶かして、上ね、こっちいじるの、こっちからこう上げるじゃないですか。もうこっちいじるの、こっちいじっちゃうと、こっち影響出るので、このままこう。失敗したことってないですか？ありますよ。本当ですか？やってみよう。ふふって笑いました。ぼそっと笑いました。動かないように。
売られてんじゃない？いやちっちゃく笑ってますよ、また眉毛ちょっと薄くなった感じですよ。あ、これをちょっと今整える感じですか？そう、ちょっと、うん、致命的なんだけど、はい、そう、これはあ、でもこれ自分で剃ってるんですか、マル先輩？うんうん、もうこっちも剃りすぎなの。あ、そうなんですか？ここもなくなっちゃってんじゃん。あ、確かに。全部剃っちゃうよくね、俺前に一回全撮りした時もさ、はい、なんかこれが深いのかわかんないけど、ええ、会っても会ってもあんま変わんないから、ね、え、じゃあマルセンパイ全撮りします？アウトでしょ。マジで言ってるんですか？何回もしてるんだよ。え、いつ、それ、キンキンでいつしました？去年うん、行っちゃいますね。どうですか？でも、整えようがないですもんね、これじゃんね。じゃあちょっと一回やってみますね。うん、全撮りすげえな、本当にはちょっとあれです。いや、いいんじゃないですか、マル先輩だって今いいって言ってんだから。あ、でも確かに右と左が対象ではもちろんないですよね。うん、私内側もだから一回剃っちゃった方がいいかもしれないです。持ってってんね。でも全撮りを普通に、いや、いいっすよっていう人はあんま聞かないですよね。自分中学校の頃一回だけやったことありますけど。いや、本当しちゃうんだよね、自分で、ね、失敗したら。あ、そういうことですね。明日夜やるしね、マジブラ。いや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 、夜から時間にやる予定じゃないですか。まあ夜にかかる可能性ありますけどね、時間的に。それで、丸先輩が、ああ、ちょっとダメだなって言ったら、絶対やりましょう。やめごめんなさい。やめたいんでしょ、やめたい。いや、めっちゃ見たい。やめたんでしょ。そう、それほぼほぼないじゃん。はい。これどうします？これでいいですか？ああ、じゃあしない。ごめんね。わかりました。いや、もう大丈夫、大丈夫。いや、めっちゃ男前です。やばいです。いや、めっちゃ映えますよね。あ、え、ネット貼ったの自作？ゆうとさんが？まだまだこれ自作なんだ、これ。自作というか、自分で直したというか。あ、そういうことか。まずやっぱなんか被ってます。出来上がりました。超いいじゃないですか。すごくない？やばいっす。見てや。こんな人普通って。やばいっすよね。めちゃめちゃ綺麗に出来上がりましたね。渡辺さんはまだこれをもう毎回毎回やってるわけじゃないから、パンチパーマはだったとしたらめちゃくちゃ自信あるけど。まあそうですね。上手い人いられますね。いやいや、と言ってもめちゃくちゃ決まってますよ。しかも限られた時間の中で。いや、そうっすね。地球これやめてください。せっかくまで買いました。どうしたの？びっくりした。どうしたの？いや、絶対なりますよね。いや、めっちゃかっこいいです。マジでめっちゃ似合ってます。はい、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。これで明日、自分もちょっとギア入ってマジでちょっとがっつり変わったんです。マジで、俺も3時間くらいちょっと買おうかな、やっぱり。いや、マルセンパイ、ちょっと横の相川賞持ってるの。いや、これ見るのも合ってる。本当ですか？あ、もう、でも確かに、綾野浩二みたいなのが始まってません？騙せる？怖いな。やばいっすね。ということで、じゃあ、すいません、渡辺さん。はい。明日ちょっと気合い入れさせてもらったんで、本当に。はい。楽しんでください。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ぜひ来てください。ドレバンさんでーす。ドレバンさん、よろしく。馴染んでんですかね。これすごいっすよ。やっぱサングラスもめっちゃすごいっすね。やばいっす。サングラスあった方がいい。あった方がいいと思いますね。あ、なくてもいいっすね。まるで目が本当に綺麗なんで、暗めのサングラスつける必要ないっすね。はい、つけない方がいいっすね、逆に。そっちはそっちだ、面白いですよ。はい、ですね。町村第2弾やらしまー。第2弾という時は何で、第2弾という時は何で、マサさんに、カメラマンを務めてもらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。
マルセンパイがぶっ壊れてないっていうところが分かったから。シラスマちょっと食べて、あ、食べてというかちょっと一回割ってもらいましょうか。ちょっと一回しっかり。シラスマ